カテコールは、フェノール類の一種で、ベンゼン環状のオルトイに2個のヒドロキシ元を有する有機化合物。ポリフェノールに含まれる構造として知られる。ピロカテコールとも呼ばれる。一位生体にレゾルシノール、ヒドロキノンがある。日本法の劇物。常温常圧で無色の古代。水にもエーテルにもかよう。 豆皮カ,カシア属のペグア繊維薬に含まれていたカテキンの管流成分に含まれていたために、このように命名された。抗酸化作用が強いとされ、ウルシオール、カテコールアミニア、カテキンなどのポリフェノール、他多くの生体物質の骨格に含まれる。O、ベンゾキノンの還元によって生成する。ヒドロキシ元の位置が異なる、構造異性体にヒドロキノン及びレゾルシノールがある。 染料の原料や止血剤として用いられる。空気中に長期放置するとゆっくりと酸化を受け、淡いピンク色を予定する。動物実験により変異原性があることが確認されており、日本では PRTR 法により、第一種指定化学物質に指定されている。また、毒物及び劇物取り締り法により、劇物に指定されている。極めて水に溶けやすい物質であり、 大学で実験中にその様子を見た若き日の SF 作家、アイザック・アシモフは、それをヒントに水に入る前に水に溶けてしまう、架空の物質、チオチモリンを考案した。ありがとうございます。